ロレンツァ・アレッサンドリーには、イタリア出身、フランスの女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ピエール・スウケ、シモーネ・バトゥーリなど、2009、2010ISU ジュニアグランプリファイナリスト、1990年ミラノ生まれ、1994年にスケートを始める、トマース・ホルギーニとのカップルを経て2007年に、シモーネ・バトゥーリとのカップルを結成し、 ジュニアグランプリシリーズに参戦。しばしば表彰台に立ち、2009、2010、ISU ジュニアグランプリではファイナルに進出する。この間2008から2009、2009から2010シーズンにはイタリア選手権、ジュニアクラスを連覇し、世界ジュニア選手権に出場、一桁の順位を収めた。2010から2011シーズン、 シニアクラス以降に際し、グランプリシリーズに招待されたが、練習中にアバラら骨を骨折したために出場を辞退した。イタリア選手権では3位。2011から2012シーズン NHK 杯に出場し5位。2012年1月にはコーチをパスカーレ・カメレンごとアンジェリカ・クリロワに変更し、練習拠点をアメリカのデトロイトに移した。 世界選手権に初出場して16位。2012から2013シーズン、バトゥーリが練習中にリフトで落下し負傷。イタリア選手権の出場を辞退した。2013から2014シーズン、コーチをバーバラ・フーザルイコール・ポリに変更。3年ぶりに欧州選手権に出場し19位。4月24日、バトゥーリとのカップルの解散を発表した。 2014から2015シーズンからは、ピエール・スーケと組、ミュリエル・ザ・ズーイの下で、フランス代表として、競技を行う。2018年2月1日、競技からの引退を発表した。ありがとうございます。